ていきましょう。ところでさ、ここから登場してくれたレオとライナさ、すごいモジモジしてるじゃん、さっきからすごいモジモジしてるよ、二人とも。なんかいつもと違う服着てるけど、何着てるの？それちょっと見せてよ。あ、後ろ向いて、せーの、じゃん、かわいい。めっちゃいい。あ、ランウェイするんだ。めっちゃいいよ。レオの顔が全面に描かれたこのトレーナーっていうのかな、めちゃくちゃいいんだけど、ライナなんかライナはあれほど楽しそうじゃないんだね。なんかライナお兄ちゃんに着ろって言われたの？着ろって言われちゃったか。そっか、お兄ちゃん、あ、お兄ちゃんずっと皆さんに見せてるわ。ずっと皆さんに見せてますけれども、これ着ているやつはですね、エミテラス所沢開業記念ジャーナルスタンダードレビュームとライオンズのコラボアパレルです。かわいいよねこれね、本当に。で、明日開業、24日に開業ということで、明日からね、皆さんもね手に入れていただけるということなんですけれども、なんとレオ明日行くんでしょ。明日レオが駆けつけるということになっております。来る人って聞いてますよ皆さん。行く人思った以上に少ない。あのグラウンドで聞いてね、少ないのは分かるけど、ここの人も少なかったね。でも平日だからしょうがない、平日だからね。それでもね、来てくださるという方たくさんいらっしゃいますけれども、明日駆けつけてくださる方にですね、開業記念レオと撮影会というのがありまして、整理券はですね、明日の10時から購入先着で60組限定ということになってます。なので早く買った人から整理券もらえて、でその後何時から撮影できますよみたいなことになるみたいなので、詳しくはオフィシャルウェブサイトのグッズのページからご覧いただけますので、そちらをご覧いただいてから足を運んでいただきたいと思います。いや、それにしてお二人とも可愛いね、すごく可愛いね。あの、これからの季節にぴったりです。ちょっと今日肌寒くなってきたから余計良かったね。あ、何、あ、裏肝になってるの、裏肝になってます皆さん、二人ともね、あ、裏肝になってるんだ。いや、暖かいから冬場もぜひね、来ていただきたいと思いますので、ぜひ皆さんゲットしていただきたいと思います。ということで、明日行かれる方もぜひ楽しみになさってください。ということで、ここからはレオとライナも一緒にナンバーをお届けしていきたいと思いますので、最初に言った通り、皆さんもっともっと手拍子一緒にお願いしますね。いきますよ。